皆さんどうもこんにちは。恐竜が好きな高校生です。まずは皆さんに謝罪があります。自分は今週1日ずつカンブリア紀の古生物を解説していくと宣言しましたが、火曜日に動画を投稿することができませんでした。すみません。まあ学校で山に合宿に行っていて Wi-Fi が使えなかったことが原因です。ということで本題に移っていきましょう。今回解説するカンブリア紀の古生物はオパビニアというハルキゲニアなどと同様、とても奇妙な古生物です。ではでは、ぜひ最後まで楽しんでご視聴ください。オパビニアは今から約5億年前ほどのカンブリア紀雨竜亜紀に生息していたカナダのバーゲス血岩で見つかった、これまた珍しい見た目の古生物です。かつてはその独特な姿により種類の断定が不可能と思われていました。しかし研究が進み、ラディオドンタ類などと共に節足動物だったことが分かっています。オパビニアの化石は貴重で、オパビニア・レガリスしか発見されてません。彼らは古生物学者チャールズ・ウォルコットによって最初に発見され記載されました。しかしその独特な姿が解明され多くの注目を集めるようになったのは、生物学者ハリー・ウィッティントンに再記載が行われた1970年代以降です。オパビニアは全長4から7センチメートル程度で、1本の糞に融合したハサミ型の付属歯がありました。糞は全長の3分の1を占めるほどの大きさで、無数の玉木型の筋に細分されていました。可動域は広く、正面に伸びた姿勢と体の腹面に折りたたんだ姿勢で発見されることが多いです。先端には少なくとも5本の細い爪があり、横開きのハサミに似た捕獲器を成しています。ちなみにもともと一対だった付属歯が基部を左右融合することにより特化した部分であり、全部付属歯の機動性を高めるように進化したものだと考えられています。この骨と同じくらい目を引くのがオパビニアの目の数です。オパビニアはなんと5つもの目を持っていたことが分かっています。めちゃくちゃ多いですよね。この目を使い360度の視界を確保していたのこと。こんなに視野が広かったらなんかもういろいろ大変そうですよね。今回はオパビニアという古生物の解説動画でした。ぜひ動画の改善点などアドバイスがあればコメント欄で教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。